どうもウエスランドエグチです1週間ぶりでございますは、えー、週間ぶりでございますとは言いましたけど、うん、なんかイメージなんですけど、うん、ブチラジュばっかやってないなんかすごいペースで <laughs> 1>, 1週間経ったその厳密な1週間以上経ってるぐらいなんですよその鳥でいうと、ね、だけどなんかブチラジュばっかやってるなっていう。 なんだろういやわかるわかるすごいなんでか考えたらやっぱ今ありがたいことに忙しくさせてもらってる中で、うん、嫌なんだろうなだろうな <laughs> <laughs> そのなんかやけに覚えてない、うん、このぶちラジ嫌だろう嫌じ,じゃけん覚えてんだろうなじゃ印象が強いけん <laughs> またぶちラジかみたいなお仕事だって楽しいもん、まあ、ありがたいです あっといいう間に過ぎていくまあまあそうですねこれあっという間に過ぎていかない <laughs> 一番短いはずなんですけどね拘束、うん、時間的には、うん、なんかやけにぶちラちばっかりやってるなっていうあとまあいろんなお仕事させてもらって最後にこう撮るからねまあね最後とか移動中に撮ったりとか、うんうん、もうそういうのばっかりです、ね、だからもう嫌なイメージがこうべったりいやーだから今日もそうですよ言ったらね朝からまあ僕一人のやつもあったりして働いてきて。 まあ他のお仕事もやらせてもらって終わったかと思ったら時にこれがあることに気づいて「ぶちだじか!」って言いましたもんねやっぱそのはっきり声に出して言ってたね <laughs> まあでもまあまあこれはねずっとやってることですから、はい、えまあ仕事ではないですけどねもうやめれなくなっちゃったんか意地でみんな <laughs> みんなね <laughs> まあね、うん、誰もがですよ見てる人含めもう意地ですよただただ<地>みんな意地で。 だってこんな時間に事務所来たいわけないから <laughs> その俺らはともかくその高崎さんも小宮山さんも、ね、お子さんもいるのに確かにそりゃそうですよ大変な中ねな<あ>やっておりますんであのまあ離れていく人もいるかもしれませんけどなるべくね <laughs> どれぐらい減ったんだろうな <laughs> あんまないんだよチャンネル登録者数減ってくって <laughs> でもまああるんじゃないですかやっぱ中にはそれは離れてきますよそれねそのやっぱり憎めるっていう意見ももちろんあるわけですよもちろんねやっぱりふつふつとね <laughs> まあだからあの、まあ、ベタな話というかあれですけど「うん、まあ私は一生応援します」でいなくなるじゃないけど、うん、本当に覚えてください横本さん「憎めないな」って言った人全員、うんね、そのスクショしておきますんで全部、うん、一応全部スクショしてその残しておきますんで、まあ、1年後一年もいらねえか。 年年はいいな半2週週待ってもう一回見たらもう応援してない可能性ありますからねそんな感じでやっていきますんでただですねうん当に「ブチラジオ」を見てる皆さんにご報告といいますか大ニュースといいますかとんでもないことが起きまして来週なんですけど。 来週、えーまあ、久しぶりにというか、初というか、まあ、ゲストでいろんな方来てくれたことありますけど、うん、あの来週はコラボ会になっておりまして<ー>、えー、とある方とコラボをさせていただくんで、うん、まあお互いの YouTube チャンネルに出るということになるんですが、えー、そのコラボ相手、うんえー、発表したいと思いますが、はいえー、そのコラボ相手がカジサクさんすごい <laughs> コラボすごいっすねカズサックさんとコラボしたらもうゴールですから YouTube としては天井ですねいやありがたい限りでねなんでカズサックさんのチャンネルにゲストで呼んでいただいたんですけどまさかのこっちにも出てくれるということで向こうで撮ってねこれはねやばいですよ恥ずかしいことになりますよとうとうだからこれねあのまあ多分この情報が出てカズサックさんの方でももしかしたら情報出るかもしれませんから カズサックさんのファンの方とか視聴者の方が「うん、ウエストランドのブチラジ」っていうのとコラボするんだちょっと事前に見ておこうみたいな人もいるかもしれませんけどあのー、やめといた方がいいです正直そうですね。カズサックさんの、えー、視聴者の層の方には絶対に刺さらないので、ね、絶対違うから、ねあのー、絶対に見ないでください、うん、<笑><笑>よくないです <laughs> だってお子さんとかちっちゃい子とか<ー>家族とかでもうみんなが幸せになるチャンネルなわけじゃないですか。 一番対局になるのがブチラジですからそうでしょうねその人気の面でもねそうそうだからあのお父さんお母さん方に行っておきたいですよね、うん、えお子さんにブチラジの方は見せないでください、はい、これはコラボじゃないと言っといておいてくださいそその。うですねのあの回だけ見てください <laughs> <laughs> 前後を見るとね、うん、なんだこれみたいな悪影響当たる可能性ありますんでさんの回だけ見といてください、えーまあ、いずれにしても、えー、来週の金曜日公開ですね、はいえー、いつもは「ブチラジ」木曜日ですけど金曜に同時ですかねカジサックさんのチャンネルと、えー、この「ブチラジ」いや違和感あると思いますよさすがにあの「バキドーブルー」でこそないですけど、うん、一応ブチラジを開いたらカジサックさんがいるわけですからそうですねもう映ってましたからね最初からそうなんですよねこれはちょっと、えー、木曜はなしと木曜はなくて、ねうんえー、金曜日にありますんで、はい えー、まあいいだろうそれぐらいな別に、うんうん、そんなことでこちゃこちゃ言う人はいないでしょうから、ね、まあまあ木曜なんか別にねあのこだわってないんですけど、ね、<laughs> 別に何曜でもこっちはいいですけど流れて流れて木曜になったっていうだけで、ね、<laughs> そ,うそうなんですよもともと木曜じゃなかったし<ー>前はいろんな曜日を渡り歩いてましたからねなんで来週は金曜日なんで金、えー、忘れなくまあ あの、通知が行くようにねみんなはしてると思うんであんだけ口つ,つっぱく言ったんでまだ通知が来くようにしてない人なんて一人もいないと思いますがそれで文句を言おうもんだろうね <laughs> こっちは言ったわけですからね、うん、通知が行くようにっていうもうほんとに家突き止めてね <laughs> 住所さらしてある。なんでそんな迷惑系 YouTuber でもそこまでしねえわ <laughs> <う>それがウエストランドさんか、ね、だからやめてくれよもう取り違えたやつ <laughs> もうあのー、金輪際憧れないでくれその <laughs> 悪口とかに <laughs> これも毒舌言いたいけんやっぱりでもそれが一番嫌なんだよなんかあのー、まあ 憧れるじゃないですかやっぱ別に僕は違うけどそういう毒舌の人とか憧れんか有吉さんとかねあと失礼ボケとかも憧れかるそうそう昔のあの感じすごい人が来てもガンガンいく感じとかみんな憧れるじゃないですか太田さんみたいなんとかねだってあれが一番難しいわけじゃないですか一番むずい。だからあの 本当にもう諦めてもらっていいですかそろそろいやいや最後の残党なんだいや俺横で見てたんでねやっぱりだから違うんだスランス横ですよどういうつもりなんだよあと僕違うから俺ある程度できると思うんですよやっぱ本当にあのー、多分ねそれが一番みんなが離れていくきっかけになるでしょうからね <laughs> 憎まれたる原因というかねそうそうだから怖いよな何個かもうすでにやっちゃってますからねやっちゃってます <laughs> 正直もう やめてくれ頼むからやめてくれ悪ぶったボケしましたからねもう悪ぶったボケほんとやめてくれと思ったやったあとねさすがにもうでもちょっと遅えよあとできてないというかそのウケはないですからね悪いだけ悪いだけつけるだけ悪いだけ全部お笑いでも何でもねえじゃねけちゃんちょっとねその辺の放送が今後あるかもしれませんのであるかなあ放送自体が切られてるんじゃないですかやっぱ切られてるとか言うな 笑われてはないもん。まあ笑笑い笑ってはないもんみんな。傷つけてるだけですから。ただの暴力シーンみたいな感じになりますから。それカットするか。だからやめてくれ。あの人様の手を煩わせないでください。もうやめてくださいね。ほのぼの言ってください。れてんじゃないですかね。そういうのやめてくれなも切られてんじゃないですか。切られてるとかようです。どこで c もいいよ。無理くりそういうのするの。CX ぐらいまでいくとなんかまだ笑えるけど、切られてるとかなんか一番笑えないなんかおおってなるからみんな。 CX ってどういやもうじゃあ言うな絶対,に <laughs> 絶対に言うなよ <laughs> 分かってないならあと言わないしね普通に別に僕らも CX とか分からんもんなみんな酔うけどあのまあまあまあねそれなんていうのマネージャーさんとかのあれ分かるけどあ,そうそうあんまり若手芸人が別に言ってないですからねそんな、ねうん、言ってない誰<も>知らん知らんどこか分 <laughs>、ね、からんね CX とかもあったりなそういうのもありますから全然使わないですけど我々はフジテレビ TBS テレビ朝日とかそういうふうに言いますからねそうそうえー、まあ ありがたいいいことろろやってるんですけど、うん、あのまだ、えー、m 1優勝させてもらう前から決まってたお仕事もあるわけじゃないですか、うんまあ、そうなると自然的に僕一人になるしそう、ね、あの時々まだそれが今を放送されたりするじゃないですか、うん、言ったらこれだから木曜日でしょ、うん、だ昨日水曜日に水曜日のダウンタウンにもあの僕一人で出させてもらったりするんで、うん、なんか時々その小本さんも一緒に。 出ればいいのにというかまあ出ればいいのにってテレビそんな世界じゃないけど、ね、<も>出してほてしいなとかあるけどあの僕一人で今出てるやつは大体「M−1」優勝前に取ってるとか「うん、1> m 1優勝前に決まってるやつなんでそう、ね、あの時代は本当に僕しか出てなかったわけじゃないですか、うん、完全に。うん、ただやっぱそっからこう忙しくさせてもらってるうちに、うん、なんかどういうい感じだだっっか忘れちゃったんだよなあの,あの時の僕のってどんぐらいのやつだったっけみたいな、うん、その。 どんくらい売れてたかとかどんくらいの立ち位置だったかっ<ー>なんかもう記憶にないでしょ<ー>そう思うと。だから意外と結構でかいまだお仕事があるんですけど一人でね。うんあの m − MI 優勝より全然前に決まってたんですけど、うん、結構嘘だろっていうようなメンバーに入れてくれたりするしてるんですよ、うん、そういうぐらいの位置だったっけとかあー分からんなくなるな意外と出てたんだってそこで思い出したんだよ優勝してオファーが来たわけじゃないけどでかいやつをするからだから出てたんだよやっぱり、うん、やっぱ売れとったんだよそうなんだよな、うん、優勝する前からもうみんな,なんか優勝でグワーってなったけど、うん、かなり出てたんだよ、うん、でしなくてもよかったんだよ お前はなそまあまあしなくてもよかったというか、うん、だからたまに言うじゃないですかその話、うん、その気持ちだったのやっぱりうん、うん、その2位とかでもうがむしゃらにいけるようなとこにはいたんですよ、うん、でもすっかりなんか忘れちゃうんだよねやっぱでもやっぱり接してくる人は結局優勝して変わりましたかって言われるけど結構まあそれ分かってくれる人ももちろんたくさんいるし、うん、あのいろいろねあのー、言いますけど確かに結構 まあ変わるべきものとして思われてるから当然全然あの仕事の量も違うし出させてもらう番組も増えてるし優勝しなきゃ出れない企画とかももちろんありますけど出てましたよ本当に忘れちゃうんだよな,なんか優勝でもうなんか一回ガッとなるそうそう絶対人生言ったか言ったな言ってしかもその毎回こういうのあった時一時一緒ですからね大体それっぽいこととかでもなく笑うな ヘラヘラすんなもう本当になんでまあこっからまたいろいろ放送になると思いますし言ったら行列のできる相談所出させて頂いてまたねマキオさんの一応紹介だったんですけど行列の先頭って言いそうになるんだよね分かる分かるそれは分かります行列の先頭ライブね k −プロさんのライブ出させてだいてましたから出させてだいてその時西野さんがゲストであそうねその次の日が言ったら梶作さんとコラボを取らせてもらったんで取ったのはね その2日連続でキングコング2人別の人に会うってマジでないと思うんだよ今のかあのあ芸能人でもないんじゃない芸能人で本当に下手すら唯一じゃないこの数年だったらいやほんまそううと思う西野さんが、まあ、いろんな今活動されてて、うん、創作活動も多いし、うん、ガンガンテレビに出られるわけでもないじゃないですかだからテレビに出ること自体が珍しいし、うん、そこで共演することがまずほぼないじゃないですか。うん そして梶作さんも YouTube を中心にやられてるから、うん、あんまりこうテレビでってなったその2日連続はマジですごいよな記録なんじゃない,いな、うん、何の記録かんけど,どういう意味記録って珍しい度で言ったらな珍しい度で言うと相当じゃない田中さんに言ってみようかな。 るかや,やっぱちゃんと数字になってないとやっぱあの人は無理だ数字,好き数字が好きなんだよな数字好きだけどとにかくなんで数字が好きなんだよ50過ぎて分からんど,どういう意味 <laughs> 分からんけどね語呂合わせみたいな好きだよ。<laughs> まあそうかでも一かどっちか言ってみようかなおお。いやいや,いや言うな言うな,言うな傷つくだけだこっちが <laughs> そうかあのー、いい例のビー玉の前で見つめられる可能性ありますよね,ね、うん、なんかね本当にこの話ぶち立ち出してないかなあのーまあ。のま 田中さんの話もいろんなとこでさせてもらってますけどまああの優勝させてもらってから優勝した瞬間の田中さんのエピソードを散々ああいろんなとこでね話してますけどその本当によくよく考えたらというかなんか優勝させてもらってから田中さんがうっすらずっと僕らのとなんかバカにしてるんですよねそうなんですよあの初めて爆笑さんに報告する爆笑問題カーボーイもまあ太田さんが良かったなとかおめでとうとかいろいろいい話してくださったじゃないですかそうね で嬉しかったから、って後々聞いてみたら、うん、なんか田中さんがずっと。こう、馬鹿、うん、にしてるというか、お、いよいよ王様の帰還ですよ。井口さんも河本様、まもなく到着されますみたいな、なんであんなこと言うの。<laughs> どういう意味。なの素直に喜べや。や <laughs> なんか、あ、最近お会いしても、あ、なんか。チャンピオンがいい、緊張しちゃうなとか。そう、言ってきた。嫌なやつじゃん、もう。まあ、田中さんなりの表現なんですかね。 何の <laughs> 何の感情の表現なあれ <laughs> バカにしとるだろうな,そ,なそれで言ったらなんか目覚ましテレビ事件ですよね本当にああ、ね、目覚ましテレビで恐怖映像ね <laughs> 恐怖映像その目覚ましテレビで、うん、あのだからこれですからねおよんごごってください 本当に鏡の中の自分が動く恐怖映像みたいな種類でいうとね <laughs> あめざましテレビの YouTube のやつ多分載ってると思うんで、うん、ぜひぜひそれを見てくださいというえうまあとにかく来週 えー、金曜日、カジサクさんとコラボがありますんで、えー、僕らのこのチャンネルもそうですし、カジサクさんの方もぜひぜひ見てください。よろしくお願いします。今週,今週はあさって公開ですね。もういいです、ね。ややこし、ね、くなるから、もういいんです <laughs>。どうでもいいんです。そん <laughs> なのは。どうでもいいんだよ。今日が火曜だから、ね。どうでもいいんだよ。もうぶちラジの公開日なんて。ええー、それでは、そろそろ行きましょう。ウエストランドの。ブチラジ。ラジ今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです。 フトタのコーナー、えー、普通のお便りを送ってもらってますはいブジラジネーム空色スカイカラーふとしさん井口さんこんにちは逆だろ忙しい中の粒揃い2023あ,ありがとうございましたそうだそうだ粒揃いの話をしてなかったですよね M1、はい、優勝してから初めてウエストランドのライブに行きましたが、うん、疲れを全く感じさせない勢いで本当に今までと何ら変わりない 感じがしたので本当は優勝してないんじゃないかと思ってしまいました <laughs> まあねいつものメンバーというか仲間たちでしたしね楽しかったからね、はい、配信は買う気なかったのですが帰り道で購入してしまったほど面白かったです会場に来てた,来たプラス配信も買ってくれたんです、うん、ありがとうございますところでコーナー以外の MC 中ふとしさんの声だけ全く聞こえなかったのですが <laughs> 太とさんだけ喋っちゃいけないライブだったのですかあのー、まあもちろん喋っちゃいけないなんてことはないし、うん、あのー、喋ってなかったでもないんですよ 喋ってたいたん。喋ってた届いいてなですよあんなにも届かんもんかねだからそうなんだタイミングとかもねあるからねそこをやっぱりいかなきゃいけないそこの技術がやっぱりみんなすごいからやっぱあそこの人は売れてる技術できるんでそのああいう時のあの何ちゃんと行く感じなんていうの何度も言ってますけどやっぱ 行かかななきゃいけないいけのまあ、恥ずかしいよもちろん,うん、うん、スポットライト当たるわけですから、うん、滑る可能性もあるしうん、うん、でもやっぱりあそこは雑踏の中言うわけにはいかないですから恥ずかしくはないんですけどねあと恥ずかしがるよもっと <laughs> こっち恥ずかしいよ <laughs> だからあそこはもうすいませんすいませんっていうぐらい言わなきゃいけないうそうそうそれはもう口酸っぱく言われてる口酸っぱく言ってますけどまだできてないというご報告ですねはい粒ぞろいだから粒ぞろいのコンセプトが十数年前やってた地下ライブがみんな成長して今集結しましたっていうコンセプト崩してますよね成長してない成長してない退化してますからねんならそんなものをさらすから大化して も小さいし変なことだけして、うん、悪目立ちだけして、うん、やめてくれよ楽しかったなあ <laughs> まあでもあの本当に楽しいは楽しかったですよね楽しかったよえありがとうございました見てくれた方 <はい S 1> あ,あオープニングコントみたいなのあって <うん S 1> まあそこから想定7分だったんですけど <うん S 1> え21分。 やりすぎなんだよでもそれを思い出しましたよねこのメンバーなんかライブ長くなるメンバーだったというかねでもめちゃくちゃ面白いオープニングコントになってますんでぜひぜひその辺もそうですしネタもやってますしいろんな企画とか当時をもちろん知らなくても全然楽しめる内容になってますんでぜひぜひぶぞろいねまだ配信多分買えます買えますんで見てくださいねよろしくお願いしますまだありますかそんぐらいですかねもうないですよかったかったでもぶぞろいの話思い出してよかったですね 忘れてました。完全に。あんな楽しかったのにで。そうです。楽しかったです。楽しそうであったもんね。楽しいよあのメンツやも。そうそうそう。やっぱ大はしゃぎしてましたもんね。あと大好きな岸田野もおったし。岸田野そんな好きなんですか。めちゃくちゃすご俺全部見とるもん。ネタからあの YouTube ですか。でも全然そんなだって話したことないでし岸田野ノと。ほとんどない。好きすぎて。うん。あんまいネェんで気持ち悪いんでそのなんかそのスタンスだったらだから好きすぎて。やめてくれよ。 岸も好きだけどな。実はキシが好きだ。分かったわかったわかった。もういいよ岸シたの話は。岸も実は好きなのとか。話せよ後輩なんだからもう。キめちゃくちゃできる。飯とかいける。キシはすごいよ。ああ見えてな。はネタも作ってるし。目立ってないけどな。岸はすごいです。すごいあいつ。慣れよ岸に。お前も。劣化版じゃねえけどだってウエストランド岸シたの。岸じゃ。なんどういうこと。 と、こっからん。岸高野の、烈火山じゃねえかよ、ウエストランドはって言ったことに対して、岸じゃ。その、ど、<俺>どういう意味。なるわ。なるわって言いたかったけど。岸じゃって,言ってしまった、口調。ああ、そう。俺は岸になるわって言いたかった。<ー>それ、慣れてないです。<laughs> じゃあ、あんたんかい。岸じゃ。<laughs> 意味が全然わかんないっすか。<laughs> えー、まあまあ。すげえかな。そう,そう,うん。あの、せ、せ、せって言い出して。うん。 何それって今ちょうど前歯がないんですよ抜けて、うん、これ気持ちえい,いんじゃんって言うのがああ風がこう通るみたいな、うん、であんまり言うなって言ったどういう話せっっていうそのあ怪しいか怪しかないよ別にまあまあそれ教育する分にはいいけど<ー>でも外で言うなよって言ったよまあまあそそなんでこの話 <laughs> 全体的に騎スじゃ違います全然 <laughs> ヒロシですみたいな感じで一言トークして騎士じゃんっていうのはやめてくれよ騎士に悪いから騎士そんなんじゃねえわいやでも本当に楽しかったんでつぶぞろいぜひ見てください、ね、見てください本当に、えー、よろしくお願いします、はいえー、以上ふつおたのコーナーでした続いてはそんなことあります、えー、そんなことありますという嘘のような本当の話を送ってきてもらってますはい、えー、ブチラジネームたこ焼き七子、うん、イグスさんこんにちはたこ焼き七子ですわしわい おいしいぶちラジネームに書いた段階でいらねえんだよ名前は <laughs>、えー、会社帰りに一人で荻窪の町中,華を夜町中華で夜ご飯を食べましたん<ー>半チャーハンラーメンセットをモソモソと食べました <laughs> どう食べてもモソモソと食べました、うん、お会計が650円だったので千円札を出したところ「お釣りいる?」と聞かれました <laughs> そんなことあります 逆は聞いたことありますけど。お釣り入りませんはあるけど、そっち側から言うんだっていうのは。なかなかですね。いるだろう。四百五十円。いるし、あのぜ、ん。うん?。五、五十円、五十円ですよ。あ、九百五十円か。そう、すきが安いなと思ったんだよ。で、勝手に安。六百五十円に聞こえた。あ、すみません、すみません、ね、勝手に値引きしないでくださいね。え、ぶちラジネーム、一気。え、井口さんの住む県でも有名な。

この人が行った翌日にそこまあでも結構すごい気もするな。うん、あれかボルジュクがいっとったんか。そうかもしれないですね。ねそうですね。えー、これはどうなんだすごい。でも別にあそこその芸能のとかじゃなんかもうあんのかな。じゃなかった気がするけどな。でもまあテンション上がりますね。まあ有名でしょうね。しかも翌日っていうのはすごいですね。うん、あの全然違う日だったらまああるでしょうけど。そうねうう。一気もテンション上がったな。えー、ブチラジネーム頭の血管ゴリゴリ。<laughs> なんか嫌ですね。うん、えー、パパ活で初めて会った。パパ活で初めて会ったおじさんとお茶してるとお笑いの話になり。好きな芸人はと聞かれたので、ウエストランドですと答えたら、おじさんに。ああ、僕はキャンプをやってるから、焚き火会のコうもとかは知ってるけど。もう一人の方は見たことないなと言われました。そんなことあります?。そんなことがあるんですよね、最近。あ、まあ、だから、やっぱキャンプする人は。ああ<ー>。やっぱスタッフさんでも。 って言われるもんなんでその恥ずかしいことね <laughs> 恥ずかしいだろお前いや恥ずかしい俺応援するの <laughs> いや応援してるかはバカなまあキャンプ自体が多分ねやっぱ焚き火会はもうすごいです,、ね、すごね僕もだから時々出てますからねそれ見てください、うん、僕のやつもね熊本のやつも出ましたからね熊本もね,ね行きましたからねえぶ、ー、ラジネーム池田五八クレイジー だからこれ今完熟完熟しどう読めんあと池田ゴナクレイジーが池田漢字で57でアルファベットでクレイジーで池田ゴナクレイジーなんですけど58にされても58ともあるしねマイクで言うとねどう読めばいいか書いといてくれ書いといてじゃないのこんな名前すんな帰ろう謎の組織アバンテーベが運営しているショップアバンテーベにてブチラジ的お守りセット 社長ストラップ、お休みパンダ、爆笑問題タオル、ブチダジステッカー ×2 <laughs> 似顔守りセットなのこれの逆だろ <laughs> 逆ではねえわ別に呪いセットではねえわ呪物だろお前社長のストラップや,やめろよ本当に怒られるから <laughs> どうすんだよ書かれたら最悪だからな <laughs> ええー、書かないでくださいすいません特級呪物だろお前 <laughs> やめろよそ僕 <laughs> は知らないぞどうなったら呪術解説やめろよもう本当に お守りセットお守りセットお守りセット主人公はお守りセットお守りセットお守り出てくるわけないなすげえ出てきたらお守りセットね内容が社長ストラップお休みパンダ爆笑問題タオルブチラジステッカー爆笑問題タオルとかも入れ込んでんだすごいなそこも地味に気になるんそれはええだろそう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 なんだそれは売れよだ普通に売れるろそれは売れるだろ今でもええを注文したところ間違って 500回記念ステッカーセット500回記念ステッカーとおやすみパンダ ×2 が届きその後改めて届いたお守りセットの親パンも1匹のところ間違って2匹入っていたのでんんだけずさ1回の注文で合計で親パンが4匹も届きまましたそんなことあります間違って届いた商品はそのまま受け取っていいとのことだったのでいやいやいいと言ってくれたんでだよ。 えー、私的にはラッキーなのですがバシコバ社長が普段からこのようなミスを重ねて社長にどやされてるのではないかと心配になりましたちょっと間違いまくってる可能性が気をつけてください,いだ疲,れ疲れてるんですよ多分みんな親パンがどんだけ届くんだよって話ですからだまだ,あるんだな。まず注文何まず全然違うものを送ってるし <laughs> 注文したものも一匹のこ間違って見事にしてますから間違って内容も間違って何十にも間違えてないそ,そ,そういうことですからねもう。 どういうことですか?。いやいや、もうそれは在庫商品。違いますよ。買ってくれてるんですから、皆さんぜひぜひ買ってくださいね。よろしくお願いします。<laughs> 以上、そんなことありますのコーナーでした。はい。続いては、人間のくせに。日々の妬み嫉み。を。そんな、そんなじゃないか。そんな時、日々の妬み、嫉み、僻み、間っぽくして表現してもらうコーナーです。い<ー>きましょう。無事ラジネーム、ね、真理を与えるもの。マリオね。 いい頑張らないやつほど偉いクズなやつほど素晴らしいそんな新時代が来ることだけを待って今日も寝る <laughs> だってこのストレートにどうしようもねえやつ<笑><笑>何もかかってないストレートにどうしようもない来るわけねえだろ来たら終わりで <laughs> ブチラジネーーム重心サンンダーレオポン結構このコーナーのね主みたいなとこありますからねそうですね、はい 労働の後のビールはうまいけど労働しなくてもビールはいつも通りおいしい人間の癖 <laughs> まあそうだけどシン,シンプルですね働けよとにかく何でもいいから働けよお前ら酒ばっか飲んで寝たりなんか嘘ついて資格を目指してますっていうことをしたり<笑><笑>あれそうなんだよな資格なんかあるわけないだろそんなぶちらジネームうれしや長介怒りやね <laughs> 嬉しいや、超好き。誰なんだよ、だろう全員もうそうそうそう。逆と。逆とかじゃないんだよ、もう、その怒りやって。そういうことじゃないから。<laughs> 俺を社会復帰させたい待ってな。はるたつだ、なんか、その。はるたつだ。真逆じゃないけんな。<laughs> なんなあまあまあね。俺を社会復帰させたいなら、みんな働くのをやめて、こちら側に来い。<laughs> 居心地の悪さから、すぐに社会に逃げ込むよ、人間のくせに。 あなるほどねまあ普通の人はねそっちのいわゆるこれを聞いてるソルジア側に行くと逆に居心地が悪いというかねそれあるかもしれないですからねてかお前も働けよとにかく何で働かねえんだよ全員 <laughs> もう本当に働いてくれ働かないなら聞くなつらいだろお金ないのでもどうせすねとかかじりまくるんだからああか,かじるだけかじるんだからそうか全員そうですよ全員実家ですからねああ全員ボンジュールさんのあの一番良くない時のボンジュールさん状態ですからね <laughs> あ,あそういえば ドお肉がお肉がありがとうございますがて言っていただいて本当にこう忙しくさせてもらってる時とか大変だなっていう時にドズルーシャーの YouTube 見てマジで癒されてますから、ね、結構リアルな話、うん、決勝のもう直前とか、うん、決勝後もそうなんですけど、うん、まあワールドカップとかもあったじゃないですか。うん でもなんかねあんま見れなくなったんですよ気持ち的に、うん、なんか勝負事を見るのが嫌だったのか分かんないけどあかそういうのちょっとあるじゃないですかしんどいんですよね,ちょっとねそうその時もずっとやっぱドズル,ドズル社の「マイクラ」とか見て癒されましたから、うん、本当にあの,あの時はただただねドズルさんとボンジュルさんに来ていただくだけというあっちになんのうまみもないししょちょっとなんか恩返しできたらそ,<う>それで肉までもらってどういうつもりなんて <laughs> どういうつもりなんだよ。 やらやっていただいてばっかりとうかそうなんか我々にできる方はいつでも言ってください。い本当にコラボねまあまあそれもう意味はないしな。邪魔か。うんなんでも本当にあの。 出させていただけたりとかしたらあの変な気遣いなく気軽にウーーーバイツとかもやります持ってきて欲しくれ僕らになんかもうすぐ100万人とかに下手すらもうなってるかもしれないですねこの段階ではなってるかもねかちょっとでもお祝いで我々にやらせてもらえることがあればね何でもやりますんでやりますん当に気軽に言ってくださいありがとうございましたありがとうございますほんとにかったですそれの話の導入がボンジュールさんが最悪だったっていう話から今はもう立派にいやそれはボンジュールさん今は立派あの時それはボ でかい家にいる史上一番でかい,いで,すか、ね、でかいんだよなボンジュールさんでかいですからね、うん、美味しかったです,です、ね、美味しかったありがとうございますブチラジネーム「生まれながらの PS」そ<れ>「暑くて暑くて焦げそうなのに本当に冷たいものってなんだ?本当は」答えは憎しみ <laughs> あ,あ純然たる憎悪だよ分からないなら君はまだそちら側にいるってことだから安心してねうぜんだよ哲学的な感じにすんなよ なかの漢字ばっか使いやが <laughs> あと難しそうです一つも難しくも何でもねえからな何のヒレりもねえぞこんなもんだけ <laughs> なんか人間失格とか文学的にすんなよ何でもねえからなこんなもん,んちょっとクイズっぽくしてな、うん、クイズなんかするなよ絶対に嫌いなんだよもうそのそういう感じして問いかけてくるやつ問いかけ系の詩人、ね、問いかけ系のやつちまえだ知らねえよ全部言えよ ちゃんと言え、ストレートで言葉で「うんうん、ブチラジネーム使用済みの羊」うん「愚痴を聞いてくれた人の愚痴を別の人に愚痴るんだよな <laughs> 人間のくせに」あこれはでも意外と言えて妙ですねあ,あるねこれはね「愚痴を聞いてくれた」あ「ああひどい話ですよ本んにね」「ブチラジネームクソ便所。読むなそんなやつも <laughs> あるつな。何を言ったかではなく誰が言ったかだという言葉お前が言うなら間違いないんだろうな。嫌 <laughs>、ね、なやつだななんか。嫌なやだな。クソ便所が言ったら誰も聞かなよ嫌なやつしかいない。以上ですかね。はい。えー、以上人間の薬のコーナーでした。さあ、えー、エンディングでございます。ブチラジは YouTube と Podcast と AudioBook.jp の企業大プランで配信しております。えー、今回の企業大プランの特別編では。えー疲れた 疲れてるんだよ <laughs>、えー、過去のブチラッジから新たに送り入りした方がいい配信会を教えてもらう消した方がいいですよのコーナーを行いたいと思いますああ消しましょう消しましょう、えー、そしてねディスコードもやってますんで概要欄から見てくださいそ,、ねえー、そして繰り返しにはなりますが来週金曜日には えなんと、カジサックさんとのコラボ会ということでどちらのチャンネルもぜひ見てくださいえそして「タイタンライブ」が2月10日徐々に迫ってきておりますので節分,え節分ではないですね、えー、2月10日おじいちゃんの命日ですねうん,なんて言い合いんだよ2月10日にありますんで <laughs>、えー、まあ,あの m 1後初の「タイタンライブ」ですからおじいちゃんの命日,何日っのうそっちじゃいいよそんな会話ねえんだよお互いにおじいちゃんの命日言い合う時なんか。<laughs> <laughs> 1> えー、m 1が初の「タイタンライブですからぜひぜひ、えー、見に来てくださいよろしくお願いします,します全国の映画館でも見られますので詳しくは「タイタン」のホームページを見てください,いということでウエストランドのブチラジ今週はここまでまた来週さようならありがとうございました